マイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは、青篠真希です。はい、ありがとうございます。マイナビニュースをご覧の皆さん、すごい声が、ひどい。もうそう、それこそ SNS はもうフォロワーさんとかも、もうすっごいフワーって、もう毎日なんかスクロールするたびに増えるみたいなくらい、 Twitter も Instagram も増えて、で、あのそのコメントとか、あと DM メッセージとかも、もうなんか99プラスってなるぐらいずっとたくさんメッセージとかも届いて、100件以上は届きたっていう。はい、ああそうです、追っかけ再生で見ました。あ、間に合わなくてその日帰って、仕事から急いで走って帰って、でもその間にも友達とかから連絡とか来て、今このシーンだよとか動画送られてきたりして、やばい、急いでかなきゃ。あ、なんか魅力的な部分で言うと、私そのお会いする、今回初めてお会いもちろんしたんですけど、する前にそのテレビとか YouTube とか見てるイメージだと、割と物静かでなんかちょっとクールな感じのイメージもあったんですよ、男性として。だからモテるのかなみたいな、ちょっと気になるなっていうのはあったんですけど、その最後のシーンとかもそうですけど、プライベート空間じゃないですか、ってなると結構喋るし、お話ししてくださるし、結構っていうか結構変態なんかちょっとそうです。でもやっぱり東袋さんもモテる動きをするんですよ、話し方、会話の仕方とかも、なんかじらすのがうまいっていうか、すのがうまくて、なんか例えばそのお家に来る来ないみたいな話があったと思うんですけど、そういうのとかも来てじゃなくて、なんか行こうよとか来てとかお願いするんじゃなくて、なんかちょっと委ねるじゃないですか、来るみたいな。そういうなんかちょっとずるいけど、多分こういうところが女性にモテるんだろうなっていう。なるほどね。やばいなって思ったのは、なんかなんかキスするかどうかみたいな、結構急接近した時があったんですけど、どういう風にじらしていこうかっていうところを悩みました。交わし方交わすというか、交わすのもなんか嫌な思いさせたくないので。そうか、好意を抱いているわけですもんね、はい、あの設定上は、はい、なので、かわすというか、じらし方ですね。